ポテチ美味しかった。いやそう、私ね普段あんまり間食をしないんだけど、夜中にポテチを食べてやりましたよ。どうだどうだよ、夜中にコンソメパンチを、しかもウーバーイーツでコンソメパンチを頼んで、どうだよ、悪だろ。悪い、なんてこと。まあ二次三次ライバー百何人いるけど、夜中にウーバーイーツで、しかももともと200円くらいかなのポテチを頼んで食べるライバー私くらいじゃないかな。怖かったら配信閉じてもいいんですよ。まあまあまあ、そんなビビんなくてもいいよ。夜中にポテチウーバーイーツで頼んで食べたことあるからって、私は私のままだからさ。小学生じゃないです、17歳です。まあまあね、ちょっとその場で漏らしちゃうのも否めないと思いますけどね。いや美味しかったな、なんか背徳の味がした。テンション上がって思わずつぶやくくらいには。見バレしない、まずいのかもしかして。ウーバーイーツでポテチ夜中に頼む人間なんてバーチャル東京で数少ないのか、ひょっとすると。バレちゃうか、まずいか。すいません、ちょっと問題があったら後からアーカイブカットしておきます。いやでもなんか良かったな。あとね、ちょっと甘いものも食べた。お姉ちゃんがまとめて買ってきた普段は食べないクッキーとかもカロリーを欲してたんかな。甘いものが美味しいと思う、なんか幼児の時の心を少し思い出したね。今美味しいと感じるかちょっと分かんないんですけど、まあ、甘いもの食べたの、クッキーを。アーカイブないなった、やばい、マネージャーに見つかる前に該当箇所消さなきゃ。